ちょっと緊急で動画回してます。えっと、今ね、NHK から振り込み用紙が届いたという方がたくさん昨夜ぐらいからお電話いただいていまして、今までね、えー、火曜終わの司法書士の方に受け取ってもらってたという方が、えー、また突然 NHK から振り込み用紙、いわゆる正規書ですね、NHK からお金を払ってくれというものが届いているということがですね、えー、たくさんお電話頂戴しております。 これについてはですね、ちょっとまあ簡単に言えれば NHK からの嫌がらせで、司法書士事務所では受け取れないということで、今、村岡総合法律事務所の方に切り替えをしていただく手続きをこちらの方から書類を送っているところでございまして、結論から言うと、今しばらくお待ちください。急にまた NHK から請求書が来たということで、驚いている方がたくさんお問い合わせの電話いただいておりますが、しばらくお待ちいただきますと、 おこちらの方からですね、えー、封筒が届きますで。そちらの方に再度、委任状と身分証明書のコピーつけていただければということで、対応ができておりますので、慌てることなくですね、えー、今しばらくこちらからの連絡をお待ちください。えー、特段間違いではございませんので、NHK からの嫌がらせを受けていると。 ということで、司法書士事務所から法律事務所への委任の変更という手続きを取っていただければ、これまで通りのサービスが受けられますので、今しばらくこちらからの封筒が届くのをお待ちください。以上です。NHK をぶっ壊す。